Okay, mach. Jan. Don. Kya. Ebisu.はい、今日は、一人鍋をしていきたいと思います。すき焼きです。とりあえず洗います。ネギが少し余ってたんで、ネギを外は側がカラカラになったのか薄皮剥きましょうか。オッケー、焼き豆腐です。崩れてた。残念。どれぐらいで切ったらいいんだろう。これで OK。 材料はこれだけ、白菜、長ネギ、焼き豆腐、それと牛肉ですね。では割り下タレを作っていきます。砂糖、醤油、料理酒、水を少々、塩、卵。よし、いただきますか。じゃじゃん。はい、鍋していきましょう。まずは牛脂。牛脂はスーパーで無料でもらえるので、牛脂を、ネギを焼いてあげるのがいいみたいです。開けますか。はい、プレミアムエール、エビスです。はい、今日も一日皆さんお疲れ様です。乾杯。うまい。 YouTube 毎日投稿が180日、達成いたしまして、6ヶ月間半年毎日投稿をしてきたということで、ご褒美ですね。今日は香ばしいネギの匂いがしてるので肉を入れていきましょう。ちょっと焼きすぎたかな。で、わーい、ドンと入れてやります。割り下入れてやりましょう。焼き豆腐、豆腐って美味しいですよね。ぎゅうぎゅうですね。ぎゅうぎゅうだこれ。白菜多かったな。割り下足りてるか。はい。ぎゅうぎゅうだ。よし、蓋をしましょう。はい、しばらく待ちます。楽
祝い事があったら皆さん家庭では何を食べてましたかね。僕は北海道出身なんですけど、うちはお祝い事、誕生日とかお正月とかはジンギスカンか、手巻き寿司でしたね。すき焼きってあまり馴染みないんですよ。もういいですかね。開けてみましょうか。うわ、うまそう。やばい。あ、肉硬いかなこれ。あ、大丈夫そうだ。ほぐしながら。もう食べていいですよね。牛肉ですからね。食べましょう。よし。では、いただきます。肉、うん、おいしい。ご飯、うまい、間違いないですね。味ちょうどいいです。うまい。味染みてるかな。ゆるそうですね、まだ。熱そう。うん、おいしい。幸せ。最初は1ヶ月30日続けるっていうことで頑張ってたんですけど、なんとなんともうね、半年っていうのが信じられない。そして時間の進むのが早いですね。もう半年経ってしまったっていう、もうすぐでチャンネル登録、いただいてる方が1000人いきそうです。嬉しい、純粋に嬉しい。皆さん本当ありがとうございます。180日いろいろありました。ぜひ過去の動画も見ていただけたら嬉しいです。料理の動画たくさん上げてるので、私は僕飲み会とか自分で開いたりしてたんですけど、最近やってないな。今度ですね、バンドメンバーと我が家で新年会をやる予定がございます。その模様はYouTube でアップしようかなと思ってますんで、もしよかったら見てやってください。うちでパーティーするのも初めてですね。
YouTube で磨いた料理の腕を振る舞いたいと思ってます。僕は全然料理研究家とか、そういう仕事をやってるわけじゃないので、もし皆さん間違っているような調理をしていたら教えていただけると嬉しいです。感覚でやってます。ということで、皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。すき焼きはうまいですね。また何かめでたいことがあったらすき焼き動画を心境を語りながらするっていうのも、節目節目にやるのもいいかなって今ちょっと酔っ払いながら思ってます。本日毎日投稿181日目、これからもどんどん動画アップしていこうと思いますのでよろしくお願いします。また明日お会いしましょう。土佐でした。さよなら。うまい。僕は行く光の差す方